よいしょ。ああ、始まった？始まった。始まりました。もい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 ってなんだか知ってる？なんかロシア語でしょ？ロシアじゃないんじゃない？フランス語、ドイツ語、どっかなんかこの、え、だってここで誰かが教えてくれましたよ、もいって何。ああ、そうなんだ。でもなんかどうもこんばんは。こんばんは。もいもい、イエーイイエーイ。みんなすごい来てくれてますね。来てくれましたね。いらっしゃいまし。いらっしゃいませ。今日はついにサンザル月を撮る、はい、の稽古が始まりまして、初のツイキャスでございます。なんと、まあ、我々がなんでツイキャスを今までできなかったかと言いますと、この人が稽古場にいなかったからなんです。へい、来て来て、ツイキャス隊長、早く来てよ、早く来てよ。イエーイ、シュンジでーす。始まったぜ、サンダルのムーンゲッチュ新しいね、いいね。ムーンゲッチュだそうですよ、今年は。いや、今年はじゃない、今回は。皆さん、じゃあよろしくお願いしますね。ムーンゲッチュでね、スリーモンキーズ、ムーンゲッチュ始まりました。ムーンゲッチュの時間でございます。でもなんか今出たね、画面にね、パチパチみたいなの。あ、出る出る。あ、もう何、そういうのなのね。そう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 、そういう世界です。ねえ、いいよしゅんちゃん、もうやめて、ごめんね。今回しゅんち出てないんでしょ？出てないんですね。なんで出ないんだよ。そうだよ、有給が足りないからね。あっしゃ、今大変だな。でも今日はね、稽古場来てくださってね。そうそうそう、相変わらずしゅんちっぽかったね。大役してくれたりね。大学やってどうだった？なんか俊二言ってたよね。何が？大学やった後に俊二が、うん、お気の毒にって言ってた。何？お気の毒？ザッツバーってこと？これザッツバーザッツバーってこと？お気の毒様ってザッツバー。そうそう、俊二さん。ひどい。最低だ。大変そうだった。何が気の毒だった？いや、見ててやっぱり客演さんが初出演の方たちがやっぱ多いっていう、そうですね、ことがあって、すごいフレッシュだなって、すごい、あ、なんか新鮮だと思って見てて、ね、なんかね、稽古場の雰囲気がちょっと違うよね。なんか順調の時とか2、3、8、4、3、4、8、3の時に比べてなんか違うよね、雰囲気が。ただごめん、それを思って出てきたセリフがお気の毒ってどういうこと？それはだから、それは最初のファーストインプレッションじゃない？え？でこう見ててなって思い、代役をやらせていただき、なすげってなって、これだって、これ結構いまだ勝ってないぐらい難しいよと思ったんですけど、なんかでもね、あ、そっか、あなたたちが劇団員になる前は割とこんな感じだったから、あんま、でもまあでも、うん、うん、いや、うん、わかる。いや、だからわかる、言わんとすることはわかる。あー、しんどいなと思いながらやってますよ、うん、私は。難しいよね、結構これ老体に鞭打つ波になと思いながら。なんでしょうね、そもそもさ、はい、今回の公演さ、うん、結構そのなんていうの、そういう仕組み的にはそんなに手間のかからないものをやると俺は思ってた。そうそう、稽古期間短いから。稽古期間クッと短くしたら思ったより 何あんな台本書いてきちゃってんの。俺、道井さんに間に合うのって言ったもん。でもまだ稽古始まって5日ぐらいでしょ、4日5日でしょ。まあそれでこれだったらもう相当早めにしてやがるなと思ってます。でもさ、台本面白いよね。面白いね。でも思わない？まあ相変わらずですよ、そこは。チラチラ入ってるな、あやこチラちらこちゃん、あれ、ちょっとちょっと、客員さんがいるよ。客員さんがいるよ。おや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 。さあ、じゃあどっちから同時じゃないの？トゥギャザーしちゃえばいいんじゃないの？教えられてる。今ムーンゲッチュレクチャー中でございます。それその人もう明日以降稽古場にいないから忘れていいやつだからね。よっ、ありがとうございます。せーの、ムーンゲッチュ。ずれてる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 。どうぞ、お邪魔
いやしかしさ、タイトルのさ、サンダル月を撮るがさ、こういう風に本編で使われるんだって思ってました。これちなみに今喋ってる道井さんの声って届いてますか？届いてる。すごい遠いところで喋ってるから聞こえてるのかしら。聞こえてる、聞こえてる。すごい。あ、届いてる、届いてるんだ。やばい、やばい、やばい。それ本番あるのに。それ見えるところでやんなさいよ。今ね、噂だけやってみましたよ。ゲストの紹介は。あ、そうだそうだ。どうぞ、岩田さん、紹介してください。あ、僕ですか。今回お二人とも初出演です。はい、はい、そちらから吉岡さん。吉岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら、ともこちゃん。はい、坂本ともこです。よろしくお願いします。お願いします。今回でも6名客演さんがいて、5人初参戦なんですよ。ね。あ、そうね。町屋さん以外。町屋さん以外。そうなんですよ。期待の初参戦。ね。うちらの期待の熱視線が入っております。初ツイキャス、初伝達です。初ツイキャス、初ツイキャス、すごいコメントが、ああ、初めてのツイキャス、そう、コメントが流れてきてますからね。すごい、これでリアルタイムで見てる人とやり取りできるという。ツイキャス32、ツイキャス、そう、吉岡が最年少、今回座組。そうでしょうね、余裕で最年少でしょうね。ね、あ、これ平成ってこと、最年少とか大丈夫、年齢大丈夫、事務所的に年齢大丈夫、全然大丈夫だ。あ、本当ほっとろかされてるんで、全然。うちらね、サバ読んでるもんね。そうなんだ。サバ読んだ上でいくつなんですか？サンザルサバを読む。いやいや、王じゃない、王じゃない。めっちゃ、吉岡さん、ちなみに平成何年生まれなんですか？平成5年です。5、ああ。ということは25、来月25になります。あ、そっか、終わった後だ。そうです、そうだよね。あ、残念。私ちょうど元年生まれです。平成元年。イネイさんと同い年。学年は一個違う、私が2月生まれ。あ、そうか、そうか。30になっても学年の話するんだ。これありますよね、学校で。なんかちょっとなんか熾烈な、なんか嫌だ、なんか人間って学年。やめろよ、やめろ、アップは。そんなね、年齢の話で盛り上がるの日本人ぐらいですよ。そうだよね。こうなんかやっぱ学校に縛られちゃいますよね。なんかね、学年にね。で、学年ありますよ。あるある。うん、あるね。どうですか、初参戦は。あ、お二人とも美人さんですね。いや、ありがとうございます。あの、すいません、あの、アコヤにもアコヤさん美人ですねって入れてもらっていいですか？早く褒めて、すいません、申し訳ない。ちょっと今ここに女性3人いますんでね。早く近づけないで。誰か、あ、つらい。アコヤさん美人いただきました。あ、カッパさん、ありがとうございます。申し訳ない。あ、来た。ありがとうございます、ありがとうございます。もうみんな、あの、無理しなくていい。ただ、美人とだけ、誰とは言わず、美人とだけ言ってきた人がいます。あ、すごい、すごいコメントがたくさん。ありがとうございます、ありがとうございます。今日、ゆいさん、ひげ濃いね。はい、今日、若干、博士太郎みたいな雰囲気出てる。ちょっとやめてよ。待って待って、そこから、そう、あなたが怒るの、それ。いやいや、でもどうですか、初参戦。そうそう、それを それを聞いてよ。はい、あの、感想どっちから。年上から。年上から感想。いや、でも幸せ、ハッピーです。え、自己紹介した？はい、した、紹介しました。なんか、あれ、結構前から見ててくださってね。そうですね、私4年、5年ぐらい前から、あの、伝達さんの声をたびたび拝見してたので、最初何ご覧いただいたの？最初はシアターグリーンのビッグツリーシアターで、お知らす、ビッグツリー、いや、ベースだね、お知らすで、すいま、え、ビッグツリーシアター、ベースじゃない、ベースか、ごめんなさい。それを見ました。ありがとうございます。最初に、あれね、みんなの苦い思い出。おい、苦い思い出とか言うな。すごい。それからルバイガーラしか覚えてない。そうですね、でも旅だ、なんだ、4つぐらい、いろいろ見た中で、何、どれ作品が結構好み？好みですか？あれが好きです、あの、グランディ。おー、グランディ、はい、歴史もの。グランディ歴史ものじゃないですか？君、あれでしょ、間違えた、ブレッチリーのこと言ってた。でも、その2つが好きです。ブレッチリーとグランディ。グランディはドアくぐるものですもんね。そう、すげえ、すげえたくさん、ドア、ドアくぐるものっていうジャンル知らねえけど。そうそう、ドアもの、ドアもの。そうですよね、ドア
ぐるもので、たまにドアものあるね、そういうのね。あるね、たまにある。あるある。そうだね、ドアいっぱい、ドアたくさん芝居たまにある、うん、そうなんだ。伝達さんのお芝居って割とこうワンシチュエーションっていうか、あまり場所を移動しないお芝居が多いじゃないですか。部屋を移動しないお芝居が多いの、うん、私が見たのはそうだったので、まあまあね、あ、でも違うの、この間あの島のやつは結構移動してたかもしれない。あれね、島のやつはシーン変わってました。はい、でもブレッチリーとグランディが好きですね、私は。あやこさんはその2つだったらどっちが好き？ブレッチリーが好きなんですよ、うん、まあ、ブレッチリー楽しかったよね、うん。あんた運転出てない。ブレッチリはごめんなさい、ブレッチリはごめんなさい、出てました。グランディは出てないんです。グランディ俺ブレッチリ一緒に出てたよ。あれだ、そうか、芝居してるふりしてミンティア食ってたんだ。そう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 、そこはミンティア組なんだよ。りょうたとどんだけミンティア多く食えるかで競ってたんだよ、オフ芝居の時にね。そう、仕事しろよ。カッパはグラン、あ、グラン、カッパは348さん。そうだね、カッパね。カッパとかツボとかね。カッパのイメージが、はい。ツボって何？ユキちゃんはツボグランディ。そう、ユキちゃん、ユキちゃん。ユキちゃんでも見たことないよ、ね。そうなんですよ。見たことないのか。ユキちゃんなのか。うわ、もう見ていただきたい。ファンの人にユキちゃんがね、4、5人いるんで。あ、そうなんです。そんなに片切りファンに。揃いです。じゃあ、片切りファンじゃない。片切りファンに、ゆきちゃんが4、5人。片切りファンじゃない。ワークショップ出てくださったわけですね。そうですね。ワークショップで。スタッフさん経由でしたっけ、なんか。そうですね。武漢の先輩がいらっしゃって、武漢さんやってる先輩いらっしゃって、その人が、でのなつこってとこ面白いから行ってみたらっておっしゃってた。いい方。いい方。でもなんかそういう人多いですよね。スタッフ受けがいいのかしら。あとなんかほらダンスやってる子で、そのダンスの先生が伝達面白いからちょっと受けに行ってきなさいよみたいな感じで。ダンスなのにね。そうそうそう。伝達さんの公演でダンスが入ることはあるんですか。ない。踊ったシーンあったことがない。なんか群舞みたいなの昔やってるね。パフォロクはやってたし。ラーメンのさ、なんか2とか3の中華っぽいやつもなんか踊りっぽかったよ。踊りっぽかった。ちょっとやってもらっていいですか。いやいや、そんなにないってことですね。あんまりダンスらしいダンスはなんでやってない気がする。そうですよね。なんか誰も踊れないじゃないですか。いや、アコヤさんも踊れる。アヤコが踊れるか。アコヤさんは踊れる。マジっすか。初耳なんだけど。いや、アコヤさんを出して。いやいやいや、やめてもらって。無理だから、マジ無理。先生に怒られるから。先生が事務所でなんか人様に見せるにはまだ早いってこと。いや、そんなことは言わないけど。でも以前もキックボクシングやってるか。フリフリフリ、え、何キックボクシングは。あ、まあね、はい、あ、ちょっとキックボクシング趣味なんですか。うん、全然やったことあるだけ。あ、そうか。どうです、台本読んでみて。そうですか。騙されました。ほら、お、騙されました。クレームだ。これ以上言うとクレーム、クレームバレ、ネタバレ。どんな感じですか、どんな感じですか。いや、なんだと思っていたんですか。それは、ね、何でいや、騙されたことはね。でもそれは何々だったっていうのは伏せといて、最初は何だと思っていたことが、初っ端で本読みだったじゃないですか、うん、渡された日にそのまま本読みだったんで、最後まで読まずに本読みがスタートしたんですけど、うんうん、初見でね。そう、初見で本読みだったんですけど、最初何の話なんだろうな、全然わかんなくて。台本上に騙されたってことね。そうです、台本上に騙されて、で、このまま行くのかと思ったらどうなるんだろうって思ってたら、あ、そっか、違った。あ、そういうお客さんじゃないか。あんまり言うと。なるほどね、なるほどね、はい、すごい面白かったです。小説読んでるみたいでした。あ、それはわかる、うん、それわかりますね。いや、頭使う、今回も頭使いましたね。今回もお客さんはちょっと申し訳ないけど頭使う。使うね。あ、そう。使う、絶対使う。見てる方は結構スースーっていきそうな気する。そんなことない。ない。まあ、スースーっていけるように頑張らねばって感じだね。そうだね。それはある。でも伝達さんのお芝居って、まあ、いつもそうですけど、今回特に最後まで見たらもう一回最初から見たい。あ、いいお客さん。うん。今回の特にそうだ。今回のは特にそうだ。そうなんだ。あ、大崎優香。あら、あれ、お疲れ様でーす。あの、一応一緒に今回、ハチさんじゃないの。ちょっと過ぎるでしょ。
保坂さん、これ見てんだったらここに残りゃよかったの。すいません、あの一旦私ここで失礼させていただきます。ぜひ、次いつ放送ですか。いつやるんですか。次いつやるんですか。何が。片桐さんがここに来れる。いや、片桐さん来なくてもアカウント名とパスワードを教えてくれればいいんだよ。そういうことじゃないんだよ。アカウント名とパスワード今ここで言えばいいじゃない。でもね、私は取れたよ、アカウント。あ、取れたでしょ。うん。でも、周知来ないと。周知は次いつやるの。明日。明日、自分家で。じゃあ明日、茶化しに行かなきゃ。茶化茶化。まあでも、近いしまたやるでしょ。あ、その時はちょっとね。じゃあ、みちさん、じゃあ。ちょっとごめんなさい。挨拶。ムーンゲッチュ挨拶。ムーンゲッチュ挨拶。やめてたら恥ずかしい。あ、誰もいなくなっちゃった。例えばどういうのがあるんですか。例えばって言ったら。失礼しました。申し訳ございませんでした。放送事故だったのかな。道井さん、お疲れ様でした。申し訳ございません。申し訳ございませんでした。謝罪いたします。どっかさ、どっかでさ、いや、どっかの20分とか、一回稽古風景バックにやってみたい。その稽古風景あってだバレちゃうじゃん。分かった。でも私は今回ちょっと流したいと思ってますからね。稽古風景を動画でね、稽古してる風景を。あ、後日じゃない、武田さんに聞いたもん。ちょっと蔵出し OK かって。へえ、やるの。じゃあ生じゃないですよ。 YouTube お帰りです。あと私のいつものインタビュー動画。ああ、そういう。いや、俺は帰んない。お疲れ様。お疲れ様です。はい、2人とも帰ります。はい、お疲れ様です。バイバイ。ありがとうございます。お疲れ様です。気をつけてね。また火曜日に。はーい。火曜日。洋服かわいい ね、おしゃれなのよ。あ、おしゃれだね、二人ともね。それ全部下に入ってない。それ見せなきゃ大丈夫だよ。ね、ほんとね、素敵ですよ。うん、ね、いい人たちだよね。そう、一生懸命稽古してくれる。いやいや、そこはしてくれやって思うけどね。頭抱えてんなーと思って。頭ね、いい頭抱えてんなーと。いや、でもいい頭抱えてますよ。なんていうの、もう前のめりの頭抱えですから。なんていうの、これ何が面白いんですかっていう感じの人がいないっていう感じがすごい。あ、どうしたらもっと面白くなるのかなって思いながら頭抱えてますから。なんとか石本さんみたいな、これ何が面白いんですかみたいな感じじゃないからね。言うてうちのできないんだけど。今の大丈夫ですか。大丈夫だ。君と石本さんの仲を知ってりゃ大丈夫だけど、知らないと今の大丈夫ですか。大丈夫なんですよ。冗談です。頭抱えてる人いるね。抱えてる。抱えてますよ。いた。大崎さん、大崎さん大丈夫だよ。うん、多分落ち着けば大丈夫だと思う。ストレートすぎて。いや、だって面白いんだもん。面白いね。道帰った。道さん帰った。道さん帰りました。普通に帰ったよ。そか、またお茶出し分ね。あのお茶さ、3日4日外に出てて腐んないの。そもそもあれ何、道井さんのお茶なの。そうだよ。あ、そうなの、うん、あれ口つけてるとやばいですよ、あのペットボトル。いや、口つけてるでしょ、うん、じゃあやばい、うん、あれはね、常温は本当にね、やばい。日に当たってない分にはまあ菌は増殖してる。本人だったら大丈夫、うん、何の話をしてんだよ。ほら、みんなちょっと動揺してる、ね、本当だ。ほら、道井さんは自分の飲んだ飲み物を放置して帰りますからね、うん、ほら、1日でアウトですよね。そうだよね、最近的にはね。そう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 、まあ、自分の菌だから、すぐ繁殖するから。道井菌、あのお茶の中にちっちゃい道井が、うん、いや、いっぱいいますよ。もじゃ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 。バイキンみたいな顔してるね、道井さんって。そういえばいなくなると。やめてやれ、やめてやれ、そういうのは。虫歯菌みたいな顔してない。ああいう全身タイツとか似合いますよね。似合う。こういうやつね。なんかの時全身タイツ着てなかったっけ。花粉じゃない、あれだ、 CM だ、花粉の、花粉の皆さん。あ、カーセブンもやってる。カーセブンも宇宙人の格好してるから。全身タイツばっかりやってる。カーセブン俺見たことないな。え、カーセブン超やってたよ。カーセブンってなんか踊ってる。カーセブンそれ今やってんの。もうやってないや、ね、結構前。ちょっと探そう。うん、あるかな。いや、あるよ、 YouTube でいくらでも。 YouTube ね、いろんな CM。 ユーコリンで調べた方が早いかもしれない、うん、カーセブン、カーセブン、ユーコリンで調べた方が早い。道じゃ出てこない。出ないんでカーセブン道、うん、カーセブンメイキング YouTube で見られます。そういう情報いいから。知ってる人いるな、ファンの人が。あの人しかいない。どれだ。あの人って言われてる。さあ、
ってちゃんとさ、ちゃんとした話しようよ。検索して俺見てて今日思ってたんだけど、あのサンダルあのミラルキカザル岩ダルじゃない、うん、俺なんかこの中の一つで俺に何かその障害が来るとしたらどれが一番いいんだろうって考えたこと結構ある。へえ、どれが普段から普段、うん、結構だからなんかガキの頃にそういうの考えたことあったなって今日思ってて、なんか今日のネタにしようかなと思ったんだけど、絶対一つしか選択肢ないんだろうなってちょっと思っちゃって。え、何？うんとね、言わざるかなと思ってるんだよ。まあそうね、見えない聞こえないは、そうそうそう、なんかあんまりそこの話詰めるとちょっとなんか間違うね、あれかもだからあれなんだけど、それでも素晴らしい才能を持ってる人もいるしね。まあまあそりゃそうね。つんくさん、つんくさん、そうね。でもジェスチャーでいくらでもどうにでもやりようはあるしとか、なんかすげえ思ったの、その主催ってなんか三すくみ好きだなみたいな。そうね、でもなんかショーケージもなんかちょっとなんかそういう、そう、ショーケージの始まりと似ているシーンがありますね。そうそう、あった、そうそう、でもやっぱね、今回はねオープニングが必須ですよね、やっぱ。あ、これ流していいの？これ流していいんじゃないですか、わかんないけど。あ、見つけました。あ、そうか、これ全、でも全身タイツの、全身タイツではないですね。全身スーツ、ボディスーツ、テカテカした感じのスーツですね。あ、どうぞ続けてください。いや、だからさ今回さ遅刻はしない方がいいと思いますよ、皆さん。あ、そう、最初は見た、最初ね見た方が面白いもん、気持ち悪くて。どの芝居もそうじゃね、いつだってそうだわ。いつだって最初から見てほしいわ。うちだけじゃなくて、どこだってそうよ。だけど多分なんか見れなかったことをね公開するなめのね面白さがあると思うよ。後半もつながってくるしね、うん、そうそうそう、まあ、最初見とかないとね。うん、きっかけも全何もわかんないからね。まあそうだね。いいよ、アコヤさん大活躍、はい、ね。え、アコヤさん大活躍。いや、私が言った。あ、なんだ、びっくりした。え、私よりもみんな大活躍してますよ、あのさ。今回はでもね、確かに私俊二ファーストシーン見てないんだもん。あ、そっか、台本も読んでないでしょ。あ、ちらっと読ませていただいた。俺今回ノールックで見に行くつもりだったのにな。ノールック妙な横文字。ノールックってそういう時使う。わかんねえけど、何の情報もなしに見てえなと思っていたの。呼び出し食らっちゃったから。呼び出しというか、まあまあ来るつもりはあったんだけど、うん、オープニング間に合わないかもって言ってる方が いますね。どうします、じゃあ前説で伸ばすんじゃないですか。伸ばす、でもね、面白いもんな、うん、じゃあもう一回見に来たらいいんじゃないですか。うん、そう、来れる時にもう一回、うん、土日大丈夫し、うん、ね、伸ばしてーつってそれはちょっといろいろありますからね。いや、あれでも一番、あ、まあいっか、いいやいいや。どうしたどうした。いいやいいや、ね、生放送だと言っていいこと悪いことがちょっとなんか頭で整理つかない時あるからね。私、乾さんのキャラクターもね、今回はなんか乾さんの新しい一面がまた見れるんじゃないかって思いますよ。乾のネクラな部分、そうネクラな部分ね、うん、そう、あれがでもね、やっぱね一番近しいと思いますよ。あ、そうなの、自分に、うん、だから何、うまくあれできないの。うまくできないわけじゃないけど、なんかこう、いや、一番最初の そこだけは全然セリフを覚えられました。あの一人でぼやぼや言ってるところはすぐセリフ入れられた。そうだろうね、うん、そうそうそう、いつもね大抵ここでやるのって、ね、嘘ですからね。自分のない連夏のね、そう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 、なんか徐々に最近、なんか最近っていうかワンコがその伝夏のギミックにこう寄せられてきているというか、まあ、主催のあれだけど寄せられてきた。なんか伝夏のさ、あれじゃん、システマチックな部分でさ、うん、結構限られた人間というか、もうやる人決まってんじゃん、ね、ほとんど、うん、そこにだんだん乾がもうバーンって
あ、来てんなみたいな。でんなつっこ？でんなつっこだね。イエーイ、でんなつっこだって。そこにね、徐々にね、俺はね、マッチさんがちょっとやっぱ、はい、あの人は本当ね、本当目が離せないなマッチから目が離せないよ、私も。そうですね、今回もね、あの人だってもう自分に出番がないなっていう稽古の時に裏で弁当食ってたもん。それいいよ全然あれ弁当食ってたの。そういう慣れ方してきてるっていう。ああ、なるほどね。バラれしてんなと思ってまあ伝達になってきたと思って。そうだね、マッチ他じゃ弁当食わねえんだろうな、きっといや、きっと絶対真面目に稽古ね。最近はね、分かってきた。そう、自分のところだけ仕事しようみたいな雰囲気出てますよ。いいですね、マッチ。勝手に自分のプレッシャー感じるとこ今日作っちゃいました、ね今日勝手に作っちゃったから、ね、そう、自爆プレッシャーがね。普通に言えばいいセリフをシュシュシュってね言えなくなっちゃって、あれ絶対今後も言えないです ね、 ねあれ楽しみだな、ね、確かにその自分が笑っちゃう時ってやっぱ板状であるよね。あるよ。でこれ本番大丈夫かなって思ってて、でも本番ってだからやっぱお客さんが笑ってくれるから我慢できるみたいな部分ない？あるね、うん、そうですね、うん、だから多分マチさんもすごい一生懸命今日その笑いそうなところをこうクッ、なんかすごい顔してたよね笑わないよね、すごい顔してさ、笑わないみたいな感じでこうやってたけど笑えばいいのにダメだよ。いや本番絶対笑わないもん言って。まあまあでもさ、そこはさ、なんつうんだ、そのせめぎ合いが面白いんじゃん、そのパワーが、まあ、笑わねえぞってパワーが面白い。いや笑わねえぞっていうのを舞台上で見せたらそれは負けですよ。まあね、まあ、私はね今回はね岩田くんと絡みがあるのがね、うん、私の中ではピン、うん、何おすすめスポットですよ。あ、そう。だってあまりにも何一緒にやったことがなさすぎてないね、シーンが。私ね、岩田くんの顔見るとねセリフが飛ぶっていうねいやでも分かる、あ、なんだっけみたいな気持ちになって目が合うと分かる二度と目合わさないよなんかね違うの。あ、なんかね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんかね岩田くんがねこうね指を指すんですよ私に向かって。それね指されるとねうっみたいな感じになる。感受性豊かだねそうね、分かんなくなり真っ白になっちゃう。いやね、人のせい。いやでもね、でもねそれはゆうちゃんだからいいけど、うん、普通の役者さんだったらすごい失礼なことだよ。どうして、なんで。だって人の顔見てね、そんな自分の芝居が変わるとかで、そうとしてなんで俺だったらいいの。劇団員だからじゃない、クソが喧嘩あら、生初伝達、プチさん、プチさん、プチさん、そうだっけ。ありがとうございます。プチさん、そうだっけって友達みたいな言い方したね、うん、この間のお店来てもらった。ああ、そうなんだ。みんな行ってるんだね。私も行きたいな。名手センターから伝達になんかくれよ。そのために伝達もなんかうちでなんかやろうやって思ってはいる。まあ、ウィンウィンの関係にならないとね。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。今ね、あれでしょ、伝達のお客さんでだいぶ潤ってる。いや、最近はそうでもないですって。皆さん、よければ言ってあげてください。やっぱ俺、やっぱね、その芝居が終わってすぐとか、川村さん、あるじゃん、熱いうちに。ラブさん、もう初です。あらあらあら。でも今回俺出ない。ねぐりこさん、行ってあげてくださいよ。そうそうそう、東京に来たらぜひね。メロン食べたいな。いいね、いいね。だからね、ほんとみんな足しげくお茶の水に通ったらいいと思います。で、伝達できましたってすごい言ってくれたら、うん、店長さんも心動くと思うんで。うん、店長ね。店長、まあその、オーナーさんだとかね、オーナーさんとかなんかそこら辺に片桐じゃなく動いたらなんかウィンウィンになんじゃねえの。ウィンウィンになる。でもまあウィンウィンなんなくない、伝達に別に関係ないの。いやだからそれをそんなことくれよって話をしてるのいやだから、うん、欲しいならなんかもっと一緒にやろうよって
ね、河村さんは岐阜から来てくださるそうですよ。岐阜の、ありがとうございます。岐阜のどこですか？それ聞いてわかる。なんかその辺好きっすよ、ね、ありがとうございます。岐阜の上か下かだけ教えてください。いや下だったら行ったことありますってだけです。あれじゃないですか。あれ？もうご親戚の。あ、そうそう、親戚が大垣にいます。あ、岐阜市。岐阜市は違うな。違う、親戚の近くではないそうです。岐阜市はあれだ、私の一緒に住んでた子が住んでたとこだ。へえ、ありがとうございます。南側。あ、そうなんだ。え、でもまあね、3時間そんなかかんないか。新幹線で。新幹線で。新幹線だったらね。新幹線。車で4時間ぐらい行っちゃう。そうだよね。車にかかるんだ。旅慣れてるね。へ、うん、あ、よかった。ね。そっか。メッシュセンターの店員さん、デンナツファンに優しいって。それはあの、俺がちゃんとも目で。目でつってやってんの。そんなことしないと優しくしてくんないか。でも分かんないじゃん、だって俺が言わないと。ああ、そうだね、連絡お客さんとして接客、ね、接客しちゃうから。うーん、そっか。いや、私大変だ今回。うん、大変だと思う。これ大変だね。うん、すごい面白い。痩せるんじゃない？痩せれるかな。一瞬ちょっと痩せたんだけど。え、やった、リバウンドしたの？うん。運じゃねえよ。運じゃねえよ。アコザップどこ行ったんだよ。だって腹筋とか疲れんだもん。なんか最近テレビで見たんだけど、うん、昔からある普通の腹筋、あれ無意味らしいですね。ああ、そうそうそう。元から言ってるみんな。私今やってる。アコさんどんな腹筋してる？私はこういうやつです。ああ、まあまあ悪くないんじゃないですか。まあまあ悪くないね。でもここにちゃんとつけなきゃ、はい、肘を。重そう。でどっちかっていうとこれをこの辺までにして肘をつけにくる。肘をつけにくる。肘をつけ、足じゃねえわ。はい、ということですね。はいね、今最近ねジムに行き始めまして。あ、ね、ジム始めたの。そう、ジム行ってるんです。キックボクシングやってるのかい？キックボクシングやめた。キックボクシングは続かなかったでしょ。あ、じゃないの。そう、今はもう家の近くに24時間フィットネスができましたんでね。そうだそうだ。そこでドッグランしてる。ドッグラン、ドッグラン、ドッグランしてるよ。ドッグランって何？ドッグランって犬を走らせるとこじゃないの？犬が走るからドッグラン。あ、スタンプカード作ってる。そう、スタンプカード、ドッグランっていうスタンプカード作ってくれたの。それはなんでわかんないのかな。よくわかんねえな。そうだ、見たわ、ツイッターのなんか写真でしょ。地味にポツポツやってんのよ。肉球のあれでしょ。そうよ。ねえ、いえ、まいそう、うまいそう、うまいそう。誰も言ってないよ。誰も言ってない。誰も言ってない。ちゃんとちゃんと振らなきゃ。個人的すぎて申し訳ないですけど、片桐は15と17にいます。何急に劇場に急に急すぎない、話。あ、本番の11月本番のね、うん、劇場に15と17のその木道イベントのある日に。木道、これ昼夜あるね、両方ね。毎走両方昼夜ありますね。今日の主催に怒られたグループライン。何怒られたの？何？見えるかな？あ、逆になってる。今日稽古場行きマイソーって俊二が送って、それにマイソーマイソーって返して、マイソーマイソーって来るって言って、主催がマイソーハラスメントだね。マイソーハラスメントだ。マイハラです。あれ、マイハラですよ。ごめん、どうでもいい。俺そんなマイソー対応してない気がする。してるよ、してるよ。小原さんだよね、大丈夫。そう、どっちかっていうとね、ベルさんの方が面白がってくれてるから。ほいほい。で、イベントの情報ですか？イベント、これでも何するかまだ具体的には決めてないんですね。はい、わかんない。なんかプロデュースがこれ変わってるみたいですけど、うちのチームは決めてないです。そっちのチーム決めてるんですか？決めてないけど目星はつけてる。でもおしゃべりさんとは喋ってないけど、
自分一人で俺の中ではだ多分道さんそんなこと考える余裕ないから、まあまあそうだね、うん、考えてはいます。だってどういう雰囲気のあれなんですか、それ何、ね、バラしちゃいけないやつ。いや別に17日の土曜日の夜の会のアフタートークが道岩田プロデュース劇団員によるアフタートークなんですけれども、まあなんか多分僕と道が司会進行してお前らのあれやこれやをいう形になるかなと思います。楽しみだね。需要ある、それ。ありますよ。そうですか、面白い。どうしようかなと思ってるんですけどね、なんか面白いちょっとお題というか、本当はなんだっけ、のんちゃん、遺伝子検査、遺伝子検査、遺伝子検査って最近遺伝的になんだっけ、いろいろわかるんです。虫歯になりやすいかとか太りやすいとか、どれぐらいお酒が飲めるとかっていうのが遺伝子を調べるとわかるんですよ、体質っていうのがね。そうそうそうっていうのを劇団員全員で調べて、それをその場で発表してみんなでやいや言おうみたいな。そんなお手軽にできるの。いや、それが1万円かかります、一番安いやつ で劇団員8人でやったら8万円かかるからね。はい、高えなって思ってちょっと違うことを考えようかなと思ってるんですけど、まあなんかそんな感じのなんかしらを逆に安いか、1万円だったら用意して。でも気になるでしょ、自分のそれ。なんか片桐くんやりたい、何その遺伝子検査。遺伝子検査、もし俊二が本番までに遺伝子検査受けてくれるんだったら、片桐の遺伝子クイズになりますいいねなるほどねちょっと考えといて。半分出ない、まあちょっとそれは予算委員会で話してみないと分かんないんですけども。でもね、遺伝子調べるにはね、もうねちょっと遅い気がするんですよ。あれ結果どれくらい出てんの。2週間ぐらいかかるんだと思う。あ、そう、まだ間に合う、間に合う。あ、でもあれか、乾の遺伝子検査はもう済んでんのか。済んでる。乾の遺伝子クイズにする。あ、そうだ、やってた。本当それ盛り上がるよ。じゃあお願いします盛り上がろうよ、それは。あざっす。私さ、アレルギー検査してるから、それも。アレルギー検査ってさ、だってさ何アレルギーかそれもらってもさあれよ、発表だけで終われよ。スギ花粉とか。でもアクヤさん、コーヒーアレルギーだから。コーヒーアレルギーなの。あ、ちくそ飲んでるよね。分からない。飲んでんじゃん。分かんない。でも飲むとイガイガするって、気持ち悪い。あ、じゃあそれアレルギーかもあー、そっか、アレルギーでもな、アレルギー検査、電圧だけで DNA クイズ、うん、あー、なるほどね。だからさ、これはさ、でもちょっと5月に持ち越さない、来年。ちゃんとさ、みんな調べて、ちゃんとみんな調べて5月に持ち越さない、これ。いや、本当に全員がちゃんと調べるんだったら、ちょっと断片また気を改めてもいいと思う。これ誰か一人分かるよりみんな分かった方が面白いじゃん。薄毛さ、検査さ、絶対面白いと思う。やめてやれ、それぐらい。薄毛ってさ、検査するも何もあんの、出るの。いや、だからあ、遺伝的に薄毛ってことか。そうそうそう、ね、ああ。でもさ、先天的か後天的かって分かるだけで治療法は変わりますからね。誰、今一瞬こっち見そうになって目線そらして。いや、見てない見てない、見てない、ちょっと見そうになった。ガチで見て、ガチで見てない。いや、見てないんだけど。ガチで見てない。見そうな空気出したよね、全然。いや、ベルさんのこと考えたうちにはかわいそう。でもね、脱毛対策遺伝子検査だからどうなんだろうね。抜けてくってことでしょ。逆にこっちじゃないの。KOE してどうしたらいいんですか。え、そういうことで脱毛対策、え、あ、違う、脱毛対策、ヒゲを薄くするとかの話違うか、脱毛だから抜けちゃうのどうしたらいいかってことか。あ、じゃあ、いや、もしかしたらだって岩田くんだってあるかもしれないよね、これから。だってもう、うちはもう親父が前から来てるから。お、あるあるってこと。いや、うちもそうだよ。でもさ、来るのがさ、50、60ならいいじゃん、年相応で。喜んで。若年性とかだとね。30、40だとやっぱりね、そういうの気にしちゃうもんね。うん。2人はね、そんなすぐには来そうもないし。いや、ありがたいことになんか、頑張ってる。ふさふさだよね。でも抜け毛やっぱすごい。風呂で。こんな伸ば、俺こんな伸ばしたこと初めてなんだけどさ。うん、風呂で抜け、
伸ばしてみて。そんな空気になります。伸ばしてみていいだって。昔いた劇団員の高松さんって、うん、いたんですよ。いました。ハゲてて。ハゲてね。ハゲてて。うん、シャンプーするときになるべく刺激を加えたくないっつってこうやってシャンプーしてる。電気消してたんでしょ、だって。なんで？電球が切れたままにしておいたらしいよ。それは光が良くなるかもしれなくて、なんかその抜けてる様を見たくないとか、なんかそういうなんか理由でって聞いたよ。確か。なるほどね。あ、長いと抜け毛が多くなる見えるよって言ってるよ。いや長いからね。うん。てかでもそれはさ、抜けてるけど短いとそのまま流れていくから気づかないみたいな感じだったよ。同じことなんでしょ。そんなことだよ。ねえ、だ、でもさ、うちらのチームも考えなきゃですよ。そうだね、どうしよう。いいんじゃないの、運動会かなんかすればいいじゃん。いや、私はね、やっぱね、踊ったらいいと思うの。は？みんなで。フリフリダンス。なんでちょっとミュージカル調なんだ。フリフリダンス。見てないんでしょ。見てない。何？アコヤさんの。え？じゃあすいません、お願いしていいですか。CM、いや。あ、そう。あ、なんか出てたって。そうそうそう。あ、なんか CM？ そうそう。あ、もう全然見てないそれ。ね、2、3分アコヤさんがひたすら出続けて踊ってらっしゃる。その CM 長くね？双子と。双子。で、うん、CM になったら30秒ぐらいだよ。それもそれが全部で。うん、フルバージョン。フルバージョンで2、3分。なんかちょうど京都に行ったっていうお客さんが出てたってをツイートしてくれたから私は発見できて、全然知らなかったの、やってることに。え、それ、な、何？関西の、まあ、CM。 藤子の CM、うん、藤子って名前出していいのこれ。うん、いいと思います。そんなにいっぱい出てるし、出てるし。藤子の CM 出ましたってことでしょ。そうです。へえ。あの、美味しい塩昆布が刻んであってフリフリってできます。だからこれを私は今一つ残念なの。でもそれ藤子のやつだったら伝達がアフターイベントでやっちゃダメだよね。いや、ちょっとやるから、なんかふりかけ配りますみたいなこと言ってたけど。逆にね、今日買ったりに行ったらいいんじゃねえか。共産ね。これですから、鏡のあれで。そう。あ、すごい。何が動いてる。アコヤさん可愛いじゃん。お母さんの、この双子ちゃんのお母さんのお母さん。DJ。そう。フリ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 。テン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 。これ本当に回してるの DJ。回ってるの。おいしくなるなんて。可愛い。怪しいなぁ。いや、これいいんすよ、これが。これ、見て。あ、すごいすごい。急にシャインさん出てきた。プリ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 。タモリクラブみたいな撮り方してんな。おそれこれみや、しんぷりぷり、ぷり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 、君はもう戻れない。てん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 。かわいくない？うん、まあ言わんとしてることはまあ。で、これね、ちゃんとこのダンスを覚えようっていう動画もあるの、別途。うん、それ覚えてさ、ハッピーにって言っちゃってる。ヨシキ教じゃん。ヨシキ教じゃねえか。ヨシキ教じゃねえかよ。ヨシキ教じゃねえ。食卓をハッピーにしようとしてんだろ。そうだけど。さあ、これあの前編は藤子さんのホームページから見れますので。ぜひ見てください。で、踊りを覚えてくださいっていうことですね。そうですね。で、みんなで踊りましょうってことですか。みんなで踊りますか。それを頑張って何、うん、だから岩田くんとかにこの双子の格好してほしいわけ。こんな稽古大変なのにダンス覚えんの。いや、簡単だよ、簡単。そうそう、ラッキー池田さんが振り付けしてくださって。いや、ラッキー池田さん、やっちゃダメだろ。ラッキー池田さんにも来てもらいましょう。来てくれそう。私ね、ラッキー池田さんと仲良くしてる人知ってるんで。え、マジ。呼んだら来てくれんじゃないかな。ラッキーさんから
ラッキーさん経由で行ったらいけるかもよ、もしかしたら藤子さん、うん、逆に、うん、こっちじゃなくていけるかな、うん、多分の格好してユージさんしませんよいやユージちゃん白いタイツさ履いてさ、あ、ほらユージくんちょっと女装したらいいんじゃないかな。しませんよ。男性メンバーが女装とかどうですか。あ、みちいいね。みちさんやりたそうですやりたんだ終えたな。ほらやりたい。やりたそう。まあ、みちさんやりたいのね。見たんだ動画。ラッキーさん大好き好きそうだなみちさん。そうか、ね、ちょっとうまいことさ手回ししてはいいのにさ。いけるかな、いけるかな出たあなたがした方が早くない。いやどうかな。ラッキーさんには現場では会わなかった。会いましたよ、はい、その社員さんにまずだからさ、あの出てたあの社員の女性ちょっとアポイント、うん、あの方はアポイント取れないですねで買い取りでしょ、藤子が。違う、そういう話やめてがっぽり来てんでしょ舞台でもラジオでもラッキーさんに首ったけらしいですよ、道井さんは。あ、そうなの。じゃあ道井さんから言ってよ。違うんじゃねえか、それも。そっか、どうしたらいけんのかな。誰かなんかつてありませんか。誰かちょっとこれに関しては手伝ってくれる人を募集中です、ね、あなたのそれがつてにならないんだったら多分誰も持ってないと思うよ。そんなことないよ、違うって。だそう、既存の曲でダンスは振り付けできない。だから USA とかの曲でもできないってことやんな。そうでしょうね、うんうんうん。でもそれを別に残さなきゃいいだけで残さなきゃいいだけでってこの放送で言うのやめてもらっていいですか残っちゃってるからそうか、そうか、どうしようかね。まあ考えておいてください。できる人いらっしゃいませんかっていう。いや待って待って、こんなに稽古大変なのにダンス覚えんの。いやだからその場即興でできるようなちょっと2ステップとかボックスとか。2ステップならできるわボックスもできるわ見つけしなくて。じゃあいいよ、岩田くんがやるボックス、岩田くんがやる2ステップっていうそれでイベント成り立つんだったら。まだ時間ありますんでね、じっくり企画を練ってください、うん、練りましょう。これどっちも片桐くんが参加できるってことなのね。イベントには昼いるかどうかはまたちょっとあれ。15日木曜日と17日土曜日のアフターイベントには片桐が参加します。前説もやれましょ。世界一面白い前説が。いや僕はだって真面目にやってるだけ。なんか喋れるようになったらしいですね。いやあのいやちゃんと真面目にやるだけなんで。いや真面目にはやってください、もちろん。できんの。えできんの。なんかこの間はさダメだっつって降ろされたじゃん。そんなことありました。でもさ、なんだっけ、この間俺が出なかったやつの時は前説やってたんでしょ。やったと、ね、そう、その時に、うん、なんか道井さんが助けてってジョンのところに来て、瞬時ダメだから来てって。あれそれ前、その前かな。それ俺初耳なんだけど。初耳マイソいっちゃいけないマイソ。ショックなんだけどそんな裏話、裏事情があるとちょっと俺もうなんか、じゃあいいです。いや、なかったかも、私の勘違いだそうした方がいいんじゃねえかなって楽屋で思ってたんだあ、いやいや違う、私全然聞いてなくて客入れしてたから、うん、そしたら道井さんがパーって来て。あ、そう、でもね、確かに道井さんは俺の隣で俊二が事故ってる時にニヤニヤしながら絶対ダメだよみたいなリアクションは取るんだけど、一向に助けに行かないっていうのは覚えてるあ、助けに行かずにジョンに会いに行ったっていうことか。そういう感じだ。そんな緊急 SOS じゃなくない。いや緊急じゃないのよ。そんなエマージェンシーじゃなくない。うん、あ、ほらやっぱり言ってたんだよ言ってたんだ言ってたんだねもうやらないロビーならいいと思ってさ。いやじゃあ行かないわ。シュンジやばいよやばいよって言ってたんだよやっぱりあの人言ってた。でもいつなのかじゃない。まあそうだね。だ順調の時に言われてたら俺はもうそれはもうじゃあもうやんないってなる。多分
でも3483私立ってないから。でも3483の時にひどかったのよ。3確かになんか何もしてない気がする。その後順調の時ちょっとずつ喋れるようになってるみたいな話は俺チラッと聞いたもんね。そうそう、だから千秋楽に日比が泣いたっていう嘘でしょ、制作さん泣いたのそう俺ね片桐くん喋ってるかわいいじゃあそんな片桐前説が15日木曜日と17日土曜日木道に見れると。夜は間違いなく昼はちょっと昼も来ましょうよ。いや行きたいんだけどちょっと一本だって夜だけだとさ2ステージしかないんだよ。喉が開いてないでしょ話してること違くないね、昼夜昼夜だったら4ステージあるわけだから、うん、どんどん前説が上手になる。わよかったね。そうなるのかな。とりあえず喫煙所の位置だけはちゃんとね把握しておこうかなと。灰皿の位置をね。あと灰皿の位置、色、灰皿の色を。ああ、なんかいい加減なこと言ってたね前ね。よかし、なんだっけ、ね、本来ならば全部銀の灰皿を上銀の下黒ですみたいな。そう、黒みたいなことを言ってたら客席から銀ですっていうのが返ってきたことがあって、うん、あったね。なんで適当なこと言ったんですかちゃんとあそこら辺のさ十条あたりのことを調べてきて。美味しいお店みたいな、うん、なんか劇場行ったあなたたちの方が馬刺しのうまい店があるってもう俺十条で公演やるっつったら何人かから言われた。板橋じゃねえか。いや十条の板橋にクソバニク、バニクなとこあるよ。いや待って、バニク屋たけしより。そうだよ。うちらはバニク屋たけしより押せないよ。たけし見てるかもしれないからね、うん、気をつけて。たけしよりもうまいのか。ね、そのね、ランキングなんですよね。ランキングじゃない。大丈夫しゅんちゃん。まあ、なんかバー刺しがうまい店があるからそこは絶対行けって何人かから言われてるんで。いや、板橋行ってらしてください。でもすごいさ、ね、ディープでしたよね十条。うん、ディープだったね。なんか本当に多国籍すぎて、なんか何ネパールとかインドとか中華とかカレーとか反応した韓国料理みたいなのとか、あのマラサダの店とかカレー、うん、それはねハワイなんか八百屋もちょっと傷んだモロヘイヤが3束100円で。傷んじゃダメだろでもちょっと傷んでるだけだから2束ぐらい食べれた。そう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 、2束ぐらい。1束食えなかったの、うん、そうなんですけど。でもなんかハス向かいみたいなとこに大きい篠崎、なんか園芸場、園芸場がありますね。あってすごい華やかだったね。そう、負けたくない。だってね、すっごい花並んでて、すっごい高いのぼりをね、あ、本当に掲げてるの。すごいの。私たちそこも新しいの。ずーしにせしにせ。私たち行った時はん、あのひまわりがブワーってあって、お名前がどんどんどんって書いてあって、公園打ってる人に対してか、もうね、負けたくない。そうだね、でかいのぼりも作りたい。電動なつかアンチシステムのあののぼりをすげえ高い棒に刺して置いときたい。それってでも自分たちやってることじゃなくて、ね、お客さんに花輪とかもらうってことじゃない。いや違う、それはそうだけど、のぼりはだってあれ劇場か、その あの劇団が建ててるものでしょ。だから花送ってくれ、みんな。やめろやめろ、花送ってくれ、お願いだやめなさい。劇場を置けるの。置ける置ける、うん、でっけえ。前は分かんないけど中は置けるなんかさ、中じゃダメなんでしょ、うん、見え張りたいんでしょ、うん、前は分かんないな。これは外、あのね、なんだっけ、あのテレフォンショッキングみたいな花欲しい。うん、花は、うん、花は見ないね最近。見ないね、高いしね。あ、まあ、そんな高くないのは、なんか需要がないのかな。で、出演者の名前の板も貼りたい、うん、頑張ろう、うん、いや俺もあれもらったことないなと思って。じゃあ今回もらうか。いや、出演しない。サンダルでもらうか。出演しないけど、片桐俊二って誰か、あのお願いします。お願いします。やってくる人いるかもしれないからね本当にいるかもしれないから本当にいるかもしれない冗談ですよ、冗談ですからねでも見栄を張りたい。まあね、わかるよ。そうね、あのハス向かいで、ね、白。そうね、せっかくだから。そうそうそう、
上りは立てたい。上りはあるじゃないですか。もうあるから。すっげえ長いやつ。それは買ってこいよ。突っ張り棒かなんか。買いなさい。あ、でもさ、2階の稽古場あたりから出せばきっと高くなるし。2階に稽古場あるの？2階稽古場。ね、稽古場になってるところが楽屋になるんです。そう。ああ、そうなんだ。だからそこからこう出せんじゃん。だからね、楽屋が多分ね、めちゃんこ広いんですよ。そうなんだ。その劇場と同じ広さある。へえ。はず。劇場もそこそこ広いよね、ここね。うん、すごく広い。客席増やせばいいのにってちょっと思っちゃった。まあね。椅子がないんじゃない？買おうよ。あのちょっと若干鼻の下りが盛り上がりを見せてるけど本当結構ですからね。本当結構です、冗談ですからね。本当あのお気持ちだけお気持ちだけいただいや道井さん、そういう道井さん今そんな話してないだろ。楽屋で寿司会やる、何しに来るんだ。あのまた別件であのイベントになっちゃうから、あのお花はお気持ちだけいただいておきますので、ね、岩田さんはそう言ってるけど乾さん欲しいんじゃない？欲しい。やめなさいって。欲しい。やめなさいって。違うのよ、違うのよ。これはさ、いいじゃん、応援する形が目に見えてるっていいじゃん。いいと思うよ、私も別に借金はしなくていいよ、そのために。だって今見た、お金がお金がっていうのが知らないからね。だからお金かっていう話で、そこまでしなくていいんですよ。お金はないなら全然いいよ。そんなことまでしなくていいんですよ。だからあのこのお金全然使い道ないなみたいなのがあったら花くれって話。どんだけ裕福だよ。そう、だからすごい裕福な人がいるかもしれない。それはもうなんかどっかその辺のバーかなんかで個人的に金持ちのおっさんを引っ掛けてください。やらなくてね、大丈夫、うん、そうですよ、いいですよ、すいませんでした。そう、別にあのもらえなかったからってなんかみんなお金ないんだなとか思うんだよね、乾はね。うん、思わないよ絶対。なんでそんなこと言うの？思わないよってそのまま言えばいいじゃん、うん、いやでもなんか乾思い、道井さんが駅から劇場への道中道端に生えてる花を送ってくれるって。おう、じゃあそれでいいです。うん、いいんだ、よかったな。うん、ありがとう道井さん。十条から道中生えてるか？生えてねえよ。いや、まあ、十条だからあるんじゃない？いや、行ってないでしょ。行ってないっす。生えてないから。生えてないね。ないね。そうなんだ。夏だったらまだタンポポとかあったけど。いや、ないね。ないね。そんなね、なね、緑が一切ないね。さあ、ところでそろそろ赤字でございます。はい、じゃあもうね、終わりにしましょう。帰ります。うん、帰らせてコンティニューコイン、コイン。いや、もう、ね、大丈夫ですよ。帰らせて帰りますよ。次に使わせてください。次いつ来るんですか？あのコンティニューコインは3日しかそういう引きがない。いやだからアカウントをさ、いやでも入れてる、入れてんの？だからやれるの。でもさ違うんだよ、だから何度も言ってるけど、この子は俺を立ててくれてる気がするよ。いやでもね、瞬時が来るとみんなハッピーになるよね。そうそうそう、ユージも言ってたじゃん。あれ言ってなかったっけ？なんか言ってた、稽古場が明るくなるなって思うんだ。そう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 。それがハッピーかどうかは判断に迷うところだ。いやいやいや、だからさ、いた方がいいのよ、ツイキャスやるとき。しゅんちゃんね。うん、みちさんとか帰っちゃうもんな。そう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 。みちさんとか使えねえもん。聞いてる聞いてる。みちさんいたいた。みちさん。ごめん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 。帰ったからそう、帰ったら、あの、録画見ないでね、みちさん。見ないでしょ、道井さんはね。ね、めっちゃ悪口言ってるから、はい、見ないでね。あの、悪口言ってたのは稲井さんだよ。うん、悪口すぐ言っちゃう。もう家ついた。あー、あー見てた。ごみんごみん。分かってらっしゃいますね。はい、ということで、はい、また来週あたりにできるんですか？よし、じゃあみんな、お別れの挨拶、いつもの、行くぞ。用意はいいか？せーの。